昭和45年、弘前市土手町の様子です。交差点の角には、明治39年創業の菊池薬店があり、名物の金看板21枚が取り外されることになりました。大正12年に掲げられた金箔押しの看板は、東京の看板屋さんに1枚100円で作ってもらったもの。当初、看板の設置までお願いしていましたが、この年、関東大震災によって看板屋さんが被災。連絡が取れなくなり、別の業者に頼んで看板の設置は行われたといいます。当初、看板はまばゆい金色に輝いていました。この年、土手町では中山弘前店の新店舗がオープンするなど、デパートが立ち並び、商店街が近代化。下土手町商店街ではアーケードを設置することになりました。それに伴って菊池薬店も改築することになり、金看板を取り外すことになったのです。慣れ親しんだ看板は丁寧に外され、そのほとんどは弘前市に寄贈されました。土手町の交差点にある菊池薬店、お店の頭上には1枚の金看板が掲げられています。1906年創業ですので、ちょうど100周年を迎えた時に金看板をもう一回再現したいと思ってて、金沢に送られて金箔を貼ったという話でした。大手門広場にあるミニチュア建造物の一つに、かつての菊池薬店が再現されています。金看板の店みたいな感じで有名だったようです。県外に出た人たちもですね、金看板の時も見てる人いるんですね。でも古い方ですけどね、その方は来てるとやはり懐かしいなという話をされますよね。店名の入ってるあの看板ですのでね、大事にしたいと思ってますし、他の看板もね飾ってみたいなというふうな思いがありますけど、ね、どういう形になるか分かりませんけど、金看板を飾っていきたいなと思ってます。昭和45年、弘前市土手町の様子です。交差点の角には明治39年創業の菊池薬店があり、名物の金看板21枚が取り外されることになりました。大正12年に掲げられた金箔押しの看板は、東京の看板屋さんに1枚100円で作ってもらったもの。当初、看板の設置までお願いしていましたが、この年、関東大震災によって看板屋さんが被災。連絡が取れなくなり、別の業者に頼んで看板の設置は行われたといいます。当初、看板はまばゆい金色に輝いていました。この年、土手町では中山弘前店の新店舗がオープンするなど、デパートが立ち並び、商店街が近代化。下土手町商店街ではアーケードを設置することになりました。それに伴って菊池薬店も改築することになり、金看板を取り外すことになったのです。
慣れ親しんだ看板は丁寧に外され、そのほとんどは弘前市に寄贈されました。土手町の交差点にある菊池薬店、お店の頭上には一枚の金看板が掲げられています。1906年創業ですので、ちょうど100周年を迎えた時に金看板をもう一回再現したいと思ってて、金沢に送られて金箔を貼ったという話でした。大手門広場にあるミニチュア建造物の一つに、かつての菊池薬店が再現されています。金看板の店みたいな感じで有名だったようです。県外に出た人たちもですね、金看板の時も見てる人いるんですね。でも古い方ですけどね、その方は来てるとやはり懐かしいなという話をされますよね。店名の入ってる看板ですのでね、大事にしたいと思ってますし、他の看板もね飾ってみたいなというふうな思いがありますけど、ね、どういう形になるか分かりませんけど、金看板は飾っていきたいなと思ってます。